北国新聞ニュースをお伝えします金沢市内のホテルで修学旅行の宿泊が急増していますコロナ禍で長らく苦戦を強いられてきた市内のホテルは秋の特需を歓迎していますホテルの宿泊は新型コロナの蔓延防止等重点措置が解除された先月から増え始めました中には1ヶ月間で 2000人を受け入れるなど予約がコロナ前の水準を超えるホテルも出てきました予約の申し込みは急な感染拡大を警戒して旅行日程を短くする関東や関西の学校が多いということですまたホテルの担当者からは金沢は市中心部に観光地が集約していることから一日で観光地を見て回ることができ学校としても選びやすい との見方もあります修学旅行の誘致を担う石川県入客戦略課によりますと昨年度修学旅行で県内を訪れた学校は107校で今年度はその数を上回る見込みだということです受け入れ急増の要因として県入客戦略課は金沢は東京や大阪などの修学旅行先と比べ感染状況が落ち着き 関東や関西のいずれからも移動しやすい距離にあることを挙げています金沢市の泉の高架で昨日夜今年6月に中止になった金沢百万石祭りの関連行事子ども提灯太鼓行列の代わりとなる子ども提灯行列が行われました子ども提灯太鼓行列は金沢百万石祭りの前身である 商工祭りが始まった1952年から行われています泉の高科では5年生以上が参加していますが行列がコロナ禍で2年連続の中止となり今の6年生が一度も経験していないため泉の高科少年連盟と泉の小学校の育幼会が企画しました出発地点となる泉の小学校には昨夜 児童や保護者らおよそ200人が集まり4つのグループに分かれて赤色の提灯を持ちながら元気よくそれぞれの目的地へ向かいました参加した6年生の女の子は「2歳上の兄がやっているのを見てやりたいと思っていた夜の街を歩くことは新鮮で楽しかった」と話しました金沢市 泉小学校の校科で活動する泉サポート大学機能体験型防犯教室を行い参加した子どもたちが防犯ブザーをどこにつけるのが適切かを学びました泉小学校で行われた教室には3年生およそ100人が参加しました子どもたちは背後から襲われた場合手の届く位置に防犯ブザーがあるかどうかを 友人同士で確かめ合いましたまた泉サポート隊の相川久次代表は複数人が固まって陶芸校することで不審者が狙いを定めにくくなると説明しました教室では不審者の見分け方と身を守る方法を防犯用語で紹介したほか不審者役の隊員から逃げて大人に被害を伝える訓練も行いました 金沢市の金谷町小学校で昨日金山地区に伝わる家庭料理を学ぶ調理実習が行われ子どもたちが郷土の味に親しみましたこの調理実習は金山の食文化の継承活動に取り組む町づくり団体金ラボと金谷町小学校育友会が企画して初めて行われました。5 50年生およそ50人が参加し 地元の漁師が提供したメギスのすり身を味噌とあえて団子状にしたメギスの団子汁を作って味わいました。児童の一人は、料理をたくさん覚えて、家で作りたいと話しました。加賀市内の名所・旧跡を巡った児童を表彰するふるさと探検大使と探検隊長の授与式が昨日行われ、 小学1年生の男の子を称えました22人目の隊長13人目の大使となったのは香川市湖北小学校1年の中村尺美くんです中村くんは今年6月と7月に香川市内の名所60箇所をめぐり今回香川市教育委員会から大使と隊長の2つの称号が贈られました 中村君は一番印象に残った場所としてラムサール条約に登録されている型の鴨池を挙げ、望遠鏡でカモが見られて楽しかったと話しました。授与式は昨日香川市市民会館で開かれ、香川市の山田俊明教育長が中村君に称号授与書と記念品を手渡しました。 野の市市の不中学校で昨の2年生を対象にした進路講座が開かれ南極地域観測隊として活動した野々市出身の隊員から夢を実現ささせたた話ををを通じて努力のの大切さを学びましたこの夢を育む進路講座では野々市出身で第61次南極地域観測隊員として昭和基地で活動した白山栄さんが 2年生265人を前に話をしました。現在は京都大学の非常勤研究員を務める白山さんは、生徒の代表から質問で、これまでの仕事を辞めて南極に行く決断をした理由などを答えました。そして、次の夢に宇宙飛行士をあげ、ジャクサ宇宙航空研究開発機構の募集に備え、英語力を磨いていること などを話しましまたここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。